それでは通告順位7番高橋哲郎君、消費税増税の便乗値上げと言われるような温泉施設の利用料の引き上げは利用している市民から大きな反発を受けることになります。引き上げはやめるべきというふうに判断いたします。この負担増を妥当と判断された根拠を伺います。市長。市長、まず施設といたしましては、綿越温泉館安住の湯、八幡平温泉館森の湯、岩手山焼け走り国際交流村の焼け走りの湯、自然給与村の中山村、足郎林業センター岩畑の湯の5施設でございます。料金改定にあたりまして、消費税率の引き上げとは別に、今般の電気料金や燃料代などの光熱水費の値上がりによる影響を洗い出しましたが、これらの5施設の光熱水費について平成23年度実績と25年度見込みを比較してみますと 18% の経費増となる見込みであったため、消費税増税分を含めてではございますが、日帰り入浴料を 20% 値上げすることとしたもので、産地戦略作物以外に新しい地域振興作物のプラン化の考え方をお伺いします。生産規模を拡大を推進しようとするもので、従来までの市の重点品目は林道ほうれん草と位置づけておりましたが、近年の生産の伸びている品目でもございますトマト、ピーマン、キュウリを加えました林道ほうれん草、トマト、ピーマン、キュウリの5品目を産地戦略作物といたしました。地域振興作物と別枠としてこの5品目を重点品目として推進してまいる考えでございます。